試合終わった途端になんかもうその時試合始まってすぐのあのバシーンってそのぶつかるその感触が嬉しくて、なんかあ鈴木は変わろうとしてんだなっていうのをすごい感じて、で感動しちゃったんですよね自分が。なんかやっとスタートライン、いろんなことがあって全く同じ条件同じものを身につけてリングに上がることがやっとできるようになりましたね。